世界最大級の航空機の見本市、パリ国際航空ショーが開幕しました。武器輸出拡大を狙う日本政府も売り込みをかけています。海上自衛隊の哨戒機のブースにマクロン大統領が視察に訪れました。今、若宮副大臣らから機体の性能について説明を受けています。潜水艦などの監視に使われる P-1 哨戒機は、防衛省と川崎重工業が共同開発しました。安倍政権により武器輸出三原則が緩和されたことで、官民挙げて防衛装備品の輸出に力を入れています。フランス側からも非常にこの P-1 に対しては高い評価をいただいております。具体的にいろんなレベルでお話が進んでいくのではないかなというふうに思っています。また、三菱重工業が開発している国産ジェット機 MRJ が初めて展示されました。度重なる開発の遅れが心配されていますが、コックピットや機内を公開するなど、性能をアピールしています。